東野市は岩手県内陸部にある都市である。柳田国夫の東野物語の舞台となった町であり、カッパや座敷道寺などが登場する東野民話が伝わる。東野市中心市街地周辺の空中写真。1977年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 鍋倉公園から望む東野市街。岩手県南東部の内陸に位置する。市のほぼ全域が北上川の支流である猿ヶ石川の最上流域にあたり、中央部は北上山地最大の盆地である東野盆地となっている。また、岩手県で2番目に高い山である、早地根山の一部も市域にある。平成27年国勢調査より前回調査からの 人口増減を見ると、4.33%減の28,062人で、あり、増減率は、県下33市町村中10位。戦術の通り、北上高地に位置しており、冬季の放射冷却が起きると低、く、摂氏20度近くまで下がることもある。また、太平洋側気候であるが、豪雪地帯対策特別措置法において、豪雪地帯に指定されている。 徳川家康に侵入し、森岡藩を成立させた南部都市直は、領内の基盤整備に取り掛かった。それまで東野を領有していた阿蘇沼市や松沢市を追放し、根城南部市の八戸忠義を天放させて、仙台藩領と隣接する東野の統治に当たらせた。1627年、忠義は東野鍋倉城主として12,500国を与えられた。 以後明治維新までの約240年間、東野は東野南部市の城下町として存続した。歴代当主は森岡藩を三屋の一つとして森岡に常駐していたため、実際の政務は鍋倉城代である重鎮の家老たちにより行われていた。現在も国町、大区町、材木町、六日町という地名に城下町の名残を見ることができる。基幹産業は農業である。 全就業者の中で農業就業者の占める割合は1950年時点で73%であったが1960.1970年代を中心に減少し2005年には22%まで低下した。代わってサービス業、製造業、建設業等の就業者割合が増加している。以下は廃校。 東野駅並行する自動車専用区間前述の通り、東野市は柳田国夫の東野物語の舞台であることから、市は民話のふるさとのキャッチフレーズのもと、民話とその背景となる伝統文化を主な資源として観光者誘致を図っている。市の公式キャラクターはカリンちゃん及びクルリンちゃんである。東野は北海道と並びジンギスカンの人気が高い。 一般的な焼肉と違い、東野ではジンギスカンを食べる際に金属製のバケツの中に固形燃料を入れ、バケツの上にジンギスカン鍋を乗せて肉を焼いて食べるのが一般的である。また、酒と関わりも深くビールの原料であるホップの生産やドブロクの生産にも力を入れている。ありがとうございます。